はいどうもこんにちは、プロボーラーの水 P です。いつもありがとうございます。今日はね、関西オープン直前練習ということで、コンディションはちょっと全然違うんですけども、走るロト比較ということをやってみたいなと思いまして、まあ、中盤から後半にこのボール投げるだろうなという想定のボールを用意してまいりました。一つはね、最近どっちもですけど最近ドリルしたんですけど、アテンション S と、RSTX1 スクワット、ちょっと中間より下球の中に僕では部類するボールなんですけども、その2つを投げ比べて、対策を練っていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それでは行きましょう。まずね、どっちから行こうかな。スクワットから行きますね。親指ちょうど入っとったんで、こちらが60度の4インチの35度やったかな。ここにちょっと出してきます。4インチか4インチ2分の1か忘れた。はい、ドリル角は60度ですので、ちょっと行くようにしてあります。で、35度なので立ち上がりもゆっくりめですね。はい、行きます。はい、うわー、切れてきたね。行き足はね、もう申し分ないです。はい、この下にもう1個ね、行く球は一応保険で用意してあるんですけど、まあ、今回の関西オープンのレーンが45フィートあるのでね、あまりちょっと行き過ぎる球投げても僕やったら8点とか7点の温床になってしまうので、ちょっと転がりはしっかりあるボールを選びたいなということですね。はい、スペア、はい、OK。 前も言いましたけど、まあ、いろんなハイスポーツさんのプロからお聞きするところによると、まあ、やっぱり動きのストーム、転がりのロトっていうのが昔からのイメージがあるんですけど、最近のロトのボールはね、その手前のクリーンな走りと奥でのすごい回転力っていうのがコンセプトっていうのをなんか聞いたことがあったような気がするのでね、こういうパスファインダーでちょっと先が甘くなりそうな時に奥でしっかり転がってくれるボールがあればいいんじゃないかなという思いで、今回はロトグリップを多いめにしてあります。はい、2フレ。はい、さっきのアジャストどうですか。ああ、よかった。ただちょっとでも今のんでも投げた感触では僕の中ではまだオイルがありすぎるぐらいのリアクションでしたけどね、ちょっと天秤飛べへんのちゃうかっていう感じがしたので、もうちょっと薄くなったらもっと効果が出そうな気がしましたね。はい、じゃあ変わりまして、アテンション S。 はい、行きましょう。これはね、もう今週ずっと動画上げてますので、もうよくご覧いただいた方多いかなと思うんですけども、こっちの方がちょっと手前から転がると思われます。手前から転がってると思いますね。はい、ちょっとまあ色目的なものもあるけど、スクワットよりは手前からキャッチしたと思いますが、ちょっと緩かったですよね今ね。でもちろんこっちのレイアウトがね、40度 ×41/40 なんで、ブレーキもかかるようにしてあるし、当然切れ感も少なめにはなってると思います。はい、そうなんで、ね、今度中盤から終盤というと、大体ボーリングってインサイドを投げるのがセオリーですけども、インサイドに入った時のね、オイル量と、先の伸び方と動き具合で、この2つのどっちかを投げてるのが多い時間帯があるんじゃないかなと思いますけど、もっとね、ひょっとして中のオイルがてんこ盛りで外だけ枯れたとかなってしまうと、もっとカバーの強いボール投げてる可能性はありますけど、それは C シフトの時はないんじゃないかなって勝手に予測してるんですけどね。はい、ちょっと左アジャストしました。ちょっとオイル使いたいと思います。ちょっとオイル使って出しましたけど、うわー、甘いな。ちょっとスピードも入ったし、実はね、これこの前のアテンション比較の動画のレーンのその続きなので、ご覧いただいた方はもっと外掘ってたと思うんですけど、まあ時間経つにつれてちょっとね、レーンの変化があってこうやって変えていってるわけなんですけど、はい、すぐ行きます。ここはね、ここはこうめっちゃ曲がるんですよ。はい、
ですので、あの辺に目がけてどう掘るかが今日のコンセプトになってくるとは思うんですけど、さあ2回ずつ投げたので2周目いきましょう。スクワット、スクワットのこのね直進力、気持ちよさを知ってしまうとちょっとあれですね、アテンション S が逆にいかなさを感じてしまうところなんですけど、はい、ほい、ちょっとやっぱりこっちは右から投げてるからメリハリがしっかり効いとる気がするね。さあ、なんかスクワットが投げたらレーンが簡単に感じてきたから、飽き性水谷はもう飽きてきたな、アテンション投げたくなってきたな。はい、では逆に今度ね、これをうちのオイルを使ってしまうとスクワットやったら天秤飛べへんような気がするんですけどね、こうやってねオイルの上使うと、わあ絡んだ、ラッピー。まあでも滑りっぱなしでしたけどね。天秤絡んだってことはやっぱり最後はしっかり転がってんのかな、ちょっと今目見ではわからんかったな。オイルはそんなについてきてないし、まあ、フレアはよう出るボールなんでね、まあ、手前で終わるとねボールが失速すると天秤飛べへん理由にもなるし、滑りっぱなしでは天秤飛べへん理由にもなるし、うん、どうなんだろうね。はい、じゃあね2巡目のアテンションです。しっかり転がしてみよう、しっかり転がしてみたよ。うわー、もう柄のせいもあるけどボールがこう寄ってってるわ、ふわ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 ってしてる。ありゃスクワットの直進力の気持ちよさが勝っとる今、はい、まあ逆にスクワット行きっぱなしの時はアテンション S がいいんでしょうけどね。ね、これ、うん、そう、途中からね柄がふん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 くぐぐぐぐってなってるってことはコアが起き上がりが強いですよね。まあ、例のオイル量と摩擦の問題もありきの、でも奥でしっかりボールが転がっているというコンセプトな気がします。はい、ではもう一回投げて最後締めに行きたいと思います。これ8フレね、ちょっとゆっくりオイル上投げたけど、あ、やっぱりねオイルを長いこと使った方が今テンション曲がりましたんで、やっぱ僕の7フレのボールが酔うてるっていうのは当てたんでしょうね。さあ、あと2フレになりました。9フレ、10フレ、どうしよう、ちょっと続けてアテンション S 投げていいかな、まあ、ちょっとオイル使ったら気持ちよかったんで気持ちオイルを使いに行って、このボールのいいところをね、スクワットと違ういいところを見せときたいな。いきます、オイル使ったよ、戻る、あー、ギリギリ持ってきた。そうやって板またいだときはスクワットじゃ多分切れてこないので今のでいいんかなと思いますけどね。さあ、テンフレ、まあ、とりあえずね見てもらったら分かる通りレーンは簡単なんで全部ポケットなんですけど、倒れる倒れないはねその人次第、その時次第ですけど、はい、じゃあスクワットも一回左寄ってみよう。どう？うわー、切れた、すごいちょっと遅いと渡りすぎたけど、まあメリハリはスクワットの方があるってことがね今のでもう一目やったと思いますけど、いやー、あんなに動くんか。やっぱりこれもう一個下玉はカバンに入れとかなあかんすね。
動いてほしくないときもありますからね、ボーリングってね。動いてほしい方が多いけど、こうやってね、こっちの方がやっぱりコアが向くまで時間かかるけど、向いてからが強いね。うん、じゃあ最後1回ね、スクワット投げて終わりたいと思います。はい、行きます。はい、ゆっくり投げて、はい、 OK。 はい、というわけで本日のスコア216点ですけど、まあいろんな投げ方していろんなライン投げてね、まあ、この結果だったらまあ納得でしょう。まあ、これをね、現地の関西オープンの現地で、しっかり見極めてしっかり点が出せるようにしていきたいと思います。はい、というわけで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。